食川の源流周辺。食川と過酷。シャイクと表示されている地図の例。パキスタン側に向かって食川を見下ろす高さ35メートルの弥勒ツ像。食川はインドのラダック北部やパキスタンのギルギットバルティスタン州岸チェッケンを貫流する全長およそ550キロメートルの河川。この川の名のウイグル語ヤルカンド方言における文字通りの意味は 死の川である。この川の名称のローマ字表記には揺れがあり、シャイックとされることもある。日本語では主翼川、ショック川、主翼川などの表記が用いられることもある。ショック川はインガス川の支流の一つであり、シアチェン氷河の一部をなす、リモ氷河に発している。ヌブラ川と合流してからは川幅が広くなる。 食川の流れる経路は極めて珍しいもので、リモ氷河に発した流れは、最初南東に向かうが、パンゴン山脈にぶつかると北西に向きを変えて、それまでの上流部の流れと平行するように逆向きに流れている。広い過酷を流れてきたシャク川は、チャルンカを過ぎると狭い峡谷に入り、トゥルトゥクを貫流し、ティアクシを通ってパキスタン側に入る。シ川は、スカルドゥの町の東にある、 ケリスでインダス川に注ぐ。シアチェン氷河に発するヌブラ川は、食川と似た流れ方をする。ティルキットまでは南東に向かって流れるヌブラ川は、食川に近づくと北西に向きを変える。これら二つの重要な河川の経路が似ているということは、おそらくこの近辺で、北西南東方向に何本もの一連の古い断層が走っており、 上流部の流れを限られた範囲に封じているものと思われる。インダス川と植川は分厚い第四期の堆積層を持っており、地質学研究者にとっては貴重な研究材料の宝庫となっている。カプルの過酷を流れる植川。湾曲部を挟んで奥に見えるインド川の村カルファクト、手前のパキスタン川の村ユゴ。いずれも植川砂岩にある。この写真は、 西側から東向きに撮影している。食家国はラダックに位置する食側の家国である。この家国はヌブラ家国にも近い。霊北方に位置するラダック山脈を越える峠である。カルドゥンラは食家国やヌブラ家国への入り口にあたる。ヌブラ家国を遡っていくと、やがてシアチェン氷河に達する。ありがとうございます。